これまで様々な匂いに挑んできた我々プラズマクラスター隊、いずれも過酷な勝負であった。そして今日もまた新たな匂いとの戦いが始まる。はい、今回は強敵です。大丈夫です、このねプラズマクラスターがあれば。毎回ドキドキしますけどね正直アルパカが吐く唾ですね。唾やかりました。匂ってみましょうか。匂ってみましょう草っぽくて、なんかあと唾液じゃあ場所を変えて、はい、ということで、はい、はい、スイッチをオン。約1時間。ああ、うん、まあ、一言で言うと臭いですね全然ずっと嗅げる、まあ、匂いしなかったもん、うん、プラズマクラスターの勝利です。では次の挑戦に行きましょう次、まあ、今回は強敵だということで匂いの強弱を測る臭気計を用意しました。この綺麗な空気の中ではレベル1って出てます。1納豆を箱の中に入れると57です。次は、はい、こちらです。じゃあこれ何ですか。来ると思います頑丈やなこれあ、まあ大丈夫か。あ、まだまだあれか。壺が出てきた。ちょっと待って、手袋よあのね、ちょっとねいやいやいやこれ何なんですか。エイです。エイ、コンオフェというエイを発酵させた高級食材です。周期計で測ってみましょう。はい、77、89、96。え？え？え？あかん音鳴ってるやん。カメラ変わるんで。いやいや。だ今118。切って並べてみました。あのムニムニしてます。脱臭するぞ。はい、周期を測りましょうか。測りますね、はい、はい、閉めます。88、89。はい、どんどん下がっていってますね。今どれぐらい。今70です。え、69、68、67。楽しみですね。はい、じゃあ待ちましょうか。約1時間半。1時間半経ちましたね。じゃあちょっと匂い全然大丈夫。大丈夫、うん、平気というか全然匂いしない。せーの、ほい。67。67上がってますね。まあまあまあ、数字が3ですね。3、はい、はいはい。おお、あ、1になりましたね。1。すごいよね。はあ、ということはプラズマクラスターの勝利です。やったー。いや、あんまり考えたくないねこれは塩と唐辛子で匂いはしますよね。うん、